フォードモデル C の三足手動クラッシュギアボックスの断面図1935年副軸は歯車を保持する変速機内部の中間軸で入力軸と歯車で噛み合って逆回転している軸のうち出力軸ではないもの。副軸は後輪駆動レイアウトの自動車用変速機での使用が最も知られている。前輪駆動への移行に伴い副軸の使用は稀になってきている。 入力軸は変速機に動力を入力する。出力軸は変速機から動力を取り出す。副軸を用いた自動車用変速機では、二つの軸は後輪駆動車での使用に便利なように変速機の対抗する側に位置しているが、他の駆動レイアウトでは不利な点となる。一般的な変速機の場合、副軸に取り付けられた歯車群は固定軸上で自由に回転するか、 ベアリングで回転する軸に固定されていても良い。共有軸上に複数の群が存在する場合は、それぞれは相互に自由に回転することができる。副軸という用語は、水車小屋の機構に由来する。副軸とは、ワロアーに接続された歯車を保持する軸であり、石臼を動かす任意の直立した軸である。副軸という用語は、 風車と水車の両方で、水車大工によっても使われており、メインの粉引き機ではなく、袋を吊り上げるための二次的な機構の軸として使われている。副軸という用語は、バックギア旋盤でも使われている。これらの旋盤は、通常のベルト駆動に加えて、低速機構を備えている。これは、主軸台の後ろの副軸に2つの歯車を備え、二重減速歯車を提供している。 後輪駆動車の一般的なマニュアルトランスミッションでは、ドライブシャフトは、ドリブンシャフトと同軸に並んでいるが、常に接続されているわけではない。ドライブシャフト上の減速ギアが副軸を駆動する。自動車のトランスミッションでは、カウンターシャフトという用語も用いられる。副軸上のいくつかの歯車は、一度に一つずつ、ドリブンシャフトに接続することができる。 これらの歯車のそれぞれを順番に選択すると変速機の様々な変速比を得ることができる。これらのすべてのギア比はすべて減速ギアであり、エンジンのクランクシャフトの回転数は5車軸のファイナルドライブへの入力回転数よりも高くなっている。初期の変速機は修道歯車を用いて駆動の接続及び切断を行っていた。これは操作が難しく、 歯車の作動面にも傷がつきやすかった。初期の改善点としては、歯車をつど噛み合わせる代わりに、それとは別のドッグク,クラッチを使用して、歯車自体を常時噛み合いとすることだった。その後の、そしてより段階的な開発によって、シンクロメッシュが導入された。これは、ポジティブドッグク,クラッチに加えた、全金属製の摩擦クラッチであり、 ドッククラッチが接続される前に歯車を徐々に接続して速度を一致させるものである。変速機のトップギアはこれらの歯車を使わず別のドッククラッチを用いてドリブンシャフトを直接ドライブシャフトに結合することによって実現される。これによって直接駆動のトップギアが得られ巡航式度での効率と静粛性の両方にメリットがある。 典型的な変速機では、それぞれの歯車で2%の損失があったため、2組の歯車を介した中間速では、損失が4%となるが、直接駆動のトップギアでは0%に近づいている。トップギアは歯車を介して、トルクを伝達しないため、静粛性でも優れている。理論的には、オーバードライブギアを用意することも可能であるが、これは、 他のギアとは異なり減速ではなく増速ギアを用意する必要があるこの場合直接駆動のギアは高速側から2番目か3番目のギアとなるこの配置は初期の自動車でも採用されてはいたが当時は珍しいものだった後輪駆動車にオーバードライブが装備されている場合ほとんどの場合は変速機の出力軸に別のオーバードライブ用変速機を追加することで 実現される。変速機のレイアウトの都合で、副軸は通常は他の軸の下にある変速機のケーシングの下側に取り付けられている。変速レバーはケーシングの上部から入るため、ドッククラッチの修道部分は副軸ではなく、ドリブンシャフトに取り付けられることが多い。副軸の歯車群は多くの場合、一般的には固定された構成の軸上に軸受けで保持されて回転する。 中鉄製の単純な一体部品である。軸受けは、臨静動のブッシュによる平軸受けか、高負荷の場合は、ニードルローラーベアリングが使用されることもある。6足以上の変速比を提供する場合、副軸には3つ以上の歯車群が必要となる。変速機を細長くせずにコンパクトに保つために、これらの変速機では副軸を2本使用する場合がある。これには副軸ごとに、 追加のドリブンギアが必要となるが、それ以外の機構は単複軸のものに類似している。複数の複軸の使用はマルチクラッチ変速機へと発展し、一部のバスで使用されている。各変速機ごとに個別の複軸があり、ドッククラッチではなく個々の平板クラッチないし、油圧クラッチを使用してギアを選択する。 産業用車両がウィンチや油圧ポンプを駆動するためなどにパワーテイクオフが必要な場合、ドライブトレインで既に使用されているメインシャフトよりもアクセスしやすいことから、副軸の一端から駆動されることが多い。1911年以前の初期の全関節式変速機変速機の中には副軸を使用せずに、すべてを関節歯車で賄っているものもある。 全関節式は直接駆動のトップギアの利点が認識される前の非常に初期の自動車に使用されていた。当時はまだ変速操作はメッシュの中と外に歯車を修道させることで行われていた。ドッククラッチが使用されるようになると直接駆動トップギアの利点がすぐに認識された。最終的な出力をセカンダリーシャフトから取り出す前輪駆動の 全関節式手動変速機1960年代からの前輪駆動の普及に伴い全関節式変速機が一般的になった。これは2本の軸のオフセット配置が複軸式変速機のインライン配置よりも便利な横置きのエンジンレイアウトとフォルクスワーゲンビートルや多くのルノー車などに使われた縦置きトランスアクスルレイアウトで使用されたが変速機の 同じ側にドライブシャフトとドリブンシャフトの両方があることが求められた。直接駆動のトップギアが使えないことは、巡航時の損失0%が実現できなくなるが、他のギアでの損失が4%から2%に減少することで補われている。騒音については、より静かで効率的な歯車形状を提供する最新の夜金額と工作制度によって低減されている。 全関節式変速機の場合、変速機の効率は、すべてのギア比で一定なので、直接駆動ないし1、1変速比でなくなった場合でも、オーバードライブトップギアを備える利点がある。このような機能を提供した、最初の大衆車は、フォルクスワーゲンポロと、経済的なオーバードライブを示すエコノミーの E を歌ったフォーマル E だった。ありがとうございます。